落ちる。これなんだ。何？早く登ってこい。誰だ？ここは一体どこなんだ？叫んだら間に登れ。急がないと落ちて死ぬぞ。落ちて死ぬ？セーフティーでは制限時間で足場が崩れないので安心してじっくり考えることができるぞ。どうしても困ったときはアンドゥーすると良いかもしれません。よし。どうしても困ったときはアンドゥーすると良いかもしれません。動かれ、動かれ。アンドゥー、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 アンドゥー。よっ、よし、よし、ふっ、よっ。石を動かして足場にするんだ。一段ずつなら登れるだろう。動かせったってどうすりゃいいんだよ。この世界に存在する石は丸ボタンで掴んで方向キーで押し引きすることができる。動かせる石と動かせない石が存在するので、まずはいろいろ試してみよう。石の動かし方を間違った時は L1 ボタンでアンドゥーすればやり直せるぞ。さらにセーフティーでは自動操作で登ってくれるオートプレイが使える。どうしても進めない時は R1 ボタンでオートプレイを使ってみよう。よし、ゲット。動かれ。よし、ゲット。よし、ゲット。どうしても困ったときはアンドゥーすると良いかもしれません。よし、ゲット。よし、ゲット。その石には妙な癖がある。変だけで下の石とつながるんだ。変だけ？石は真下に何もなくても下の段の石と変だけでつながって落ちなくなる。石を円でつなげて階段を作ることが全てのアクションの基本になる。一段ずつ上に登れるルートを作ってゴールを目指そう。よし、ゲット。どうしても困ったときはアンドゥーすると良いかもしれません。よし、よし、ゲット。
よし、ここはどこなんだ？っていうかこれ何が鳴ってんだよ。お互い生き延びられたらまた後で会おう。おい待ってくれよ。鐘の音が聞こえたらゴールはもうすぐだ。画面左に表示されるマップを見ればゴールまでの距離がわかるぞ。さらにセーフティーではゴールしなくてもスキップで先に進めることができる。どうしてもゴールできないときはポーズメニューにあるスキップを使ってみよう。よしよしゲット。新しいゲームの始まりだ。せっかくなら次からは扉の先にとびっきり面白いものを用意してあげよう。明日の夜再会が楽しみだね。